阪神、岡田監督の胴上げがお茶の間では見られない。あれ目前になって、9、15問題、に多くの虎党が頭を抱えている。マジック5で最短部位は14日、巨人戦、甲子園。だが、12日からの7連戦中、15日、広島戦、松田、のみ、広島地区以外での地上波中継の予定はなし。 緊急中継を決行するテレビ局が現れない限り、歓喜の瞬間を地元関西の地上派ではリアルタイムで共感できないという、ゆゆしき事態に直面している。チャンネル登録してください。9、15、といえば2003年に星野阪神が優勝を決めた記念日だが、再び X デーに重なると悲劇が起きる可能性が高い。広島地区では、 日本テレビ系列の広島テレビが中継。それ以外の地区での地上波中継は予定されておらず、阪神線を多くネット配信している、トラテレと、ラズン、でも、ビジターの広島線は配信対象外だ。在阪局関係者は、気持ちとしては放送したいですけど、大人の事情や契約の問題がありますから、と声を潜め、 局には11日だけで視聴者から20件ほどの中継要請のメールや電話があったという。3年優勝試合の平均視聴率は、読売テレビで23.6%、3テレビで14.9%を記録。同関係者は、放送できたら20%は軽く超えるでしょうね、と諦めきれない様子で打ち明けた。衛星放送やケーブルテレビで視聴できる。 J スポーツネット配信の J スポーツオンデマンドでは中継を予定。同社広報部によると8月下旬以降プロ野球の視聴方法について連日いつも以上に多くのお問い合わせをいただいているという国一国とあれが迫る中最悪のケースに備えて準備を進める阪神ファンが急増しているようだ。チャンネル登録してください。